アラフォーアイドルのスピリット。ちょっとね、いいこと思いつきました私。Twitter で1万超えで話題になった面白動画14連発イエーイ。それを何それを見て、笑わなかった人が勝ち。笑わない人が勝ち。そう、笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、はい、歯が見えたら負けです。そしてここ笑いをねこらえたので罰ゲームは思いっきり笑っていただきましょう。コショコショ、あー全員でちょっと やられたくないな。絶対や、絶対に負けない。変な汗が出るよね。私は冷たいから笑わないから。そんなこと言っちゃっていいの？いいよ。私も頑張るよ、うん、私も負けたくないし負けたくないけども笑う自信しかないです。あさあ楽しみですね。話題、はい、の面白動画14連発、はい、行ってみよう、はい、スタート。回りました。終了。はい。もう結果は明らかに。ねえ。しょっぱなからなんか取らないとか。方がなんかやばい。一面。ああ。一発目。ケロコちゃんほうちょうちゃんが笑ってるのって言わないで、ちゃんの声が聞こえなかった。1回しか笑ってない。あのバーッと出た時にね。そうそうそう、あれだけ、あれだけ、明らか明らかそう、ちょっとね同じネタ続いたのあれダメだったね。 あれねちょっと今日試してた。なんかヘビじゃないけどビデオでダメだしいやですね、絶対チェリーが一番払うと思ってた。へえ、実は意外な一面、絶対セリーだと思ったのよ自分。多分ね、笑いのツボが人と違う、また違うんだね。ある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 。皆さんぜひね、可愛いよ調べてね、赤ちゃん見てみてください。なんかちょっと嫌なことがあった時にね、見るといいですよ。本当笑える。なんか本当なんかこれに集中しちゃったから他のこと忘れちゃってるし、なんか笑って解消されたかな。だよ、ね、うん、でも誰かが笑ってるとやっぱり、そう笑いやっぱりね映るからすごいいいと思う。全然全然冷たいはずのりーちゃん、本当に映ってたから、私の笑いが映ってたから、うん、それぐらいねやっぱり、うん、そうね、効果がね、ありますね。はい、この動画はね下にリンク貼ってもらってあるんで、ぜひ見て笑ってください、ね、てください。はい、面白い動画14連発でした。でも散々笑おう。ちょこちょしよっか。あ、言えないじゃない。言えないじゃない。またねー。バイバーイ。
皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひワイワイテレビのチャンネル登録してくださいね。そしていいねボタンも押してね。